それでは冒頭、吉野会長より発言がございます。よろしくお願いいたします。はい。志の瀬の大変慌ただしい中、記者会見にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。今年も残すところあとわずかとなりました。先週はワールドカップでの日本代表チームの熱戦で大変盛り上がり、選手の皆さんの一生懸命な姿に諦めずに戦い続ける熱い気持ちをいただいたのではないかというふうに思います。私自身もですね、これから迎える春季生活闘争を最後まで諦めずに戦い抜けるよう気持ちを新たにしたところでございます。12月1日中央委員会では春季生活闘争の基本方針を確認をいたしました。本格的な取り組みがスタートをしております。中央委員会後には賃上げ実現、暮らし支援、明日を変える連合緊急アクションのキックオフとして新橋駅前での街宣行動を行いました。街頭での訴えは3年ぶりであり、道行く皆様が足を止めて聞いてくださり、興味深げに眺めてくださる姿を見て、街へ出て思いを訴えることの大切さを改めて実感をしたところでございます。春季生活闘争は労働組合だけの取り組みと受け止められがちですが、そうではなく社会全体に対する取り組みであり、世の中に対して連合の考えを伝えることの重要性を改めて認識をいたしました。また先月になりますが、月刊連合の新年号の対談で日大の理事長になられた林真理子さんとお会いをいたしました。さまざまな課題を抱えた組織の改革を進められておられますが、女性の理事長としてのご苦労が多々あることをお伺いをいたしました。女性のトップ同士、より良い組織づくりのためにお互いに切磋琢磨していけると共感をするところもございました。詳しくはぜひ月刊連合の新年号をご覧いただきたいというふうに思います。また、中央委員会では全体の女性参加率が 21.2% でしたが、中央委員に限りますと 14.1% であり、まだまだ意思決定の場に女性の参画が非常に少ないということが分かりましたので、今日の中央執行委員会では構成組織地方連合会の皆様にさらなるこの取り組みについてお願いをしたところでございます。そして国際関係について少し触れたいというふうに思います。 ITUC 本部によりますと、この間報道されています EU 議会議員や関係者に対する汚職疑惑に関わって、ITUC のルカ・ヴィンセンティーニ書記長が今月9日に逮捕され、ベルギー司法当局による取り調べを受けたということです。尋問を受けた後、書記長は48時間後に、後の11日に釈放をされています。なお起訴はされていないということです。現段階ではこれ以上のことは連合としては掌握をしておりません。ITUC としては来週21日になりますが、臨時執行委員会を開催して状況説明をするとしていますので、そこでの説明を待ちたいというふうに思います。連合としては ITUC の郷野会長を支え、汚職を許さず ITUC の信頼回復に向けた取り組みを積極的に進めていきたいというふうに思います。年内の記者会見、今日が最後となります。今年もあっという間に1年が経過をしました。皆様のご理解とご協力に改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。2023闘争に向けて年末年始は十分に英気を養い、新たな気持ちで新年を迎えたいというふうに思います。新年が皆様にとって実りの多い1年となることをお祈りし、冒頭の挨拶に変えさせていただきたいというふうに思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。私から本日の第15回中央執行委員会における決定事項などにつきまして、特徴的なものについて申し上げたいと思います。まず協議事項、ピンク色の IC 以降ですが、31ページ資料 2-4、 重点分野の2、外国人労働者の受け入れ政策に関する連合の考え方の補強でございます。連合は2004年に当面の考え方を確認して以降、動向を踏まえた考え方を示してきましたが、外国人技能実習制度の見直しの検討開始を捉えて、
人権や処遇、労働条件等の問題が起こっていること、特定技能や他の在留資格の課題を踏まえて外国人労働者の受け入れ政策に関する連合の考え方を補強をいたしました。基本的な考え方としては3点、ローマ数字2ポツの連合の考え方にありますように、1つ目がすべての外国人労働者の権利を保障すべきというものであり、人権を尊重し労働基本権、日本人との同等の賃金、労働時間、その他の労働条件や安全衛生、社会労働保険の適用を確保すべきであります。外国人労働者を単なる労働力としてではなくて、市民住民として受け入れ、社会的インフラの利用の権利も保障すべきという考え方でございます。2つ目が、受け入れ対象は専門的技術的分野の外国人とすべきというものであり、産業にイノベーションをもたらし国内雇用や労働条件に良い影響を与えるものとすべきという考え方でございます。3つ目が、就労可能な在留資格の安易な拡大を行うべきでなく、総合的かつ国民的議論が必要というものであり、国内雇用や労働条件への悪影響、外国人労働者の権利の保障の観点からも安易かつなし崩し的な受け入れは行うべきではありません。労働力不足に対して外国人労働者の受け入れは抜本的な解消策にはなりえません。優先すべきは非正規雇用や若者雇用の問題、希望する誰もが安心して働くことが可能な環境整備の方でございます。その上で37ページ以降の課題、それぞれ私どもが課題と思っていることについて記述をいたしておりますけれども、その内容を認識しつつ総合的かつ国民的な議論を行うべきとしております。次に39ページ資料の 2-5 重点分野の2、2023年度最低賃金の取り組み方針でございます。春季生活闘争等で得た成果を、法定最低賃金の引き上げにつなげて、すべての働く者の労働条件向上に波及させるため一丸となって取り組む方針でございます。地域別最低賃金については全国加重平均1000円への到達が近づいてはいますが、連合としては誰もが時給1000円到達を目標としており、40ページの表にあります通り、1000円に達していない、到達していない44道府県は1000円以上を、到達している3都府県については高速初任給との均衡、連合リビングエイジを勘案した水準への到達を目指します。なお、片括弧2の地域間格差の是正に向けてにあるように、CD ランクの底上げにこだわってまいります。ランク制度の在り方の議論にあたっては、格差の縮小につながる抜本的見直しを求めてまいります。41ページにありますが、特定産業別最低賃金につきましては、労働条件の向上または事業の公正競争をより高いレベルで確保し、産業ごとの企業横断的な最低賃金水準を決定するという重要な役割を果たしておりまして、枠組みの堅持、水準引き上げ、新設に取り組んでまいります。同時にその基礎となる企業内最低賃金協定の締結、引き上げの取り組みを強化してまいります。私からは以上でございます。別紙の方になりますが、確認事項をお配りしております。直近の動きで、GDP や、単価、あるいは物価等の数字についてさまざまな動きがございますので、簡単に共有した上で次のページでございますが、一つは当面の戦い方の二ポツでございますが、本年の一つの特徴といたしまして、5つの共闘連絡会、
従来1月下旬くらいの開催が多かったわけでございますが、前倒しで精力的に開催をしているというところでございます。それとご没でございますが、これは12月1日、すでに中央委員会の後で代表者会議ご覧になっていただいた皆様方もいらっしゃるかと思いますが、改めて逃走期間としての確認もいたしました。ヤマンバについては3月の14日から16日ということで確認をいたしました。以上です。ファクターの宮島です。街頭で3年ぶりの活動ということで、来年はやはりコロナの有事から平時に戻していくということだと思うんですが、すると今もマスクをしたらいいとおっしゃったけど、これだけの広さがあったら、私は吉野会長のそちらの人がマスクをしている必要があるのかどうかと、ある意味でやはり政府や組合やそういう団体がですね、ノーマスクというかそういうことも考えないといけないと思うんですが、分科会に連合の方も出ておられると思いますけどね、平時に戻すということではどういう議論になっているのか、実際組合運動ってマスクをしてて本当にできるのかって私は思うんですけど、もちろん無謀なこと言う気はないんですけど、そういうことはどういうふうなお考えに、例えば合宿交換会とかこれからいろいろあるわけですけど、それやらないと思いますけど、その辺も含めてどんなふうにその平時に戻す、そこについてお考えがあれば伺いたいです。はい、ありがとうございます。私の方からまだ具体的に連合の中ではマスクについて議論はしていないということです。ただやはりここに来て、コロナの感染症広がりを見せていますし、また濃厚接触者も増えているということを考えますと、もう少しマスクをし、お互いに感染リスクを減らしていくということの対策が必要ではないかというふうに考えております。すみません、毎日新聞の吉永と申します。お疲れ様です。吉野会長、二平さんにお伺いした方がいいのかなと思うんですけども、これまで三別の会見、春闘の会見、各三別やってますけれども、そこでも出るのが、これだけですね、日本の賃金上がらがなかった原因として、もちろんデフレがずっと続いたとかいろんなさまざまな要因があるんですが、労働組合のですね、やはり、及び腰を要求、やっぱり労働組合の取り組み方として賃上げに向かうその運動がですね、そこまで活発ではなかったのではないかと、反省というか、どういう取り組みがなせれればよかったかっていう振り返りとともに、今回ですね、一つ今年の春とは違うんだということで吉野会長もおっしゃられてますけれども、皆さんおっしゃられてますが、それを踏まえた上でこれまでとは違ったより強硬なというかより力強い取り組みという意味で何かお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。連合としてはこの間の議論も皆さん方にオープンにさせていただいてご覧いただいている通りだと思いますが、2014年以降そういう意味では連合全体で取り組むようになって、緩やかですけど名目賃金は緩やかに上昇してまいりました。で、格差の縮小というのもこれも緩やかですけど前進してきました。ただやっぱり今年去年との違いという意味ではやはり実質ベースで見ると働く者の生活がやっぱり苦しくなっているということは非常に問題だと思っておりますし、そういう意味でその根っこにある日本全体で見た時の生産性と実質賃金の乖離みたいな話っていうのは非常にこの 20〜30年間振り返ってみるとですね、日本の賃金決定の根本的な問題としてあるんだろうと思っております。そういうものを共有しつつ2022で、これは経営側とも含めてやっぱり日本のこう生産性なり賃金を持続的に上げていくキーを握っているのは人への投資なんだということで、これについては話が噛み合ったんだと思っております。で、足元の苦しくなっている状況も含めてしっかりと労使で話をして人への投資、これまで以上にしっかりとやっていくということをやっぱり意思固めして交渉にみんな臨んでいくんだということで、これ早めに今年も議論させていただいて、去年とは違ったような数字も含めて、連合の目標を踏まえそれぞれの三別で今ご議論が進んでいるんだろうと思っておりまして、そういう意味では要求段階も見てみないと分かりませんが、去年とは2022までとはまた違った結果というものもみんなで心合わせをしながら成果を出していきたいなと
思っている次第でございます。私の方から補足をさせていただきたいというふうに思います。これまでの賃上げ結果につきましては、その都度その都度公正組織また加盟組合が真剣に議論をした結果ですので、そのことについての言及は避けたいというふうに思います。そして2023春季生活闘争についてはこの間ターニングポイントであるという言い方をしてまいりました。コロナ禍、物価高、円安、今三重苦にあるということで、これまでと違う行動をしていかなければならないという中で、連合緊急アクションを展開をしていくと、春季生活闘争と合わせてやっていくということで、12月1日にキックオフをしています。で、今まで以上にやはりその価格転嫁、公正取引の問題に対して協力的に進めていかなければならないというふうに思っています。その意味では今事務方の中で、協議中なんですが、どうしても春季生活闘争となるとなんかこう労使がこう敵対的になっていると見られがちなんですけれども、その労使はお互いに対等な立場であって、やはり目的は一緒だというふうに思いますので、今のこの難局を乗り切るためにはやはり労使がもしくは政労使が一体的になって取り組みを強化していかなければならないというふうに思いますし、春闘でいうとやはり労働組合のあるところは会社と交渉ができますが、圧倒的大多数のところに労働組合がないということを考えますと、やはりその労働組合のないところについてはやはりその環境整備というところが必要になりますので、この緊急アクションの中で今までと違う取り組みといいますか、現在考えているところです。事務方の方で検討連と今詰めているところです。日経新聞の松井です。2つ吉野会長にお願いしたいんですけれども、先月末にですね、東京都の労働委員会がウーバーイーツの料理宅配員の労働組合法上の労働者性を認める判断を示しました。で、日本では同種の法的判断は初めてです。で、この判断に対する所感と、あとその雇われない働き手の組織化に対する考えをお聞かせください。もう一つは、デジタル化が加速する中で政府が学び直し、いわゆるリスキリングに力を入れています。2023のですね、春の労使交渉でも交渉テーマとなる産業とか企業とかというのが出てきそうです。で、政府のリスキリングの結果には成長産業へのですね、労働移動を後押しするという願意があると思うんですけれども、改めてリスキリングに対する会長の評価をお願いします。今回東京都の労働委員会は2022年11月25日に配達パートナーは労働組合法上の労働者に当たると介することが相当であると判断するとともに、会社を同法上の責任を負う使用者に当たるとし、誠実に団体交渉に応じるべきという全面勝訴ともいえる命令を下したというふうに連合としては判断をしています。で、今後、連合とウーバーイーツユニオンとの関係に触れたいというふうに思いますが、連合としては2020年の5月の第8回中央執行委員会で曖昧な雇用で働く就業者の法的保護に対する連合の考え方を踏まえた社会的セーフティーネットの強化に向けウーバーイーツユニオンへの支援を行うことを確認をし、それ以降継続的に支援を行ってきています。この間ウーバーイーツユニオンの定例会に参加をし、就業状況の把握ですとか組織拡大などについて意見交換を行うなど連合としては支援をしてきたという状況です。で、連合に加盟しているかどうかということなんですが、ウーバーイーツユニオンは現在連合には加盟に至っていないという状況です。それからリスキリングの関係なんですが、まず学び直しというのは非常に重要なことだというふうに思いますが、労働移動についてはやはりその労働者自らが選択をするということが大前提になるかというふうに思います。また、本人からの移動が大前提なんですが、やはりその移動するためには魅力的な産業の確保というものが必要になってくるかというふうに思いますので、そこも合わせてやっていく必要があるのではないかというふうに考えています。ウーバーイーツユニオンまだ連合に加盟しないということですけれども、
まあ、彼らですね、労働者性が認められたとはいえ、雇用者とはだいぶその位置づけが違うというところがあると思うんですけど、そういう雇われない働き手 の、 その組織化ということについて、この先のですね、についてもちょっと一言お願いできますか。今連合としましてはですね、ワークというフリーランスと皆さんと緩やかにつながろうというサイトを運営しておりまして、その関係からまずは会員ということで取り組んでおります。最終的には今全国ユニオンとですね、アマゾン配達員組合の組織化もですね、支援をさせていただいております。先ほどウーバーイーツのお話がありましたけども、労働組合を結成して断行申し入れしますとするとしてもですね、結果的に白いでこのような結果が出ても会社側がですね、なかなかそこに応じていただけないと。これは過去ベルコの闘争の時も同じことになっておりますけども、今の現行法令の中で、労働組合を結成し、そして断行に応じていただくとか、そういったことがどのような形でしていくことができるのか、このあたりを今模索しているところであります。結論申し上げますと、組織化につきましては最終的に個人事業主または曖昧な雇用で働く皆さんの組織化につなげていきたいというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。朝日新聞の沢地です。先ほど安永さんが説明された外国人労働者の受け入れ政策の部分なんですけれども、今日の資料は補強となってますが、この補強というのは2004年の10月と比較して何か変わったところがあるということでしょうか。おそらくこの時には特定技能はなかったので、そこの部分なのかもしれませんが、その何を補強したのかというところ、例えばその技能実習制度についても何か書きぶりなり評価の仕方が変わっているのであれば、そこの変化の部分を教えてください。それと同じくこの件について、特定技能について制度の見直しを図るべきであるという書きぶりになっているんですが、これは具体的にどこをどう変えていくべきだという考え方なんでしょうか。その下にいくつかありますけど、このことを言っているのか、ちょっと具体的にどこをどういうふうに変えていくのかという考えなのか教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。まず外国人労働者政策の補強の何を補強したのかということですが、2017年に外国人労働者の考え方、作っておりますので、それを補強したというところです。で、どこを補強、具体的な補強点ということですけれども、例えばその、38、3ページからが個別論点についてというところでありますけれども、もともとやはりその日本人と労働報酬ということは言ってはおりましたけれども、より強く書いているとかですね、あとその丸4のところですね、就職転職キャリア形成の支援といったところは追記をしているところです。またその在留資格ごとについての論点では34ページに、1つ目は外国人技能実習制度を、また35ページでは特定技能について、記載をしております。ね、技能実習制度について廃止をということを言っているわけではなくてですね、どんな制度であっても外国人の方が適正な労働条件で働けるということですとか、人権が保障されるといったことが重要だというところで、そのあたりの課題を記載をしているところです。35ページの特定技能制度についてはですね、その制度創設のところからどういった分野で、どのぐらいの方を受け入れていくのかということについて、行書官庁が主導してどこにも審議会とかにかけずに決まっていくというプロセスがありまして、そのプロセスの透明性をやっぱり確保していくことが必要だということで記載をしているところです。以上です。朝日新聞の三浦と申します。ですね、まず冒頭説明のあった最低賃金について伺いたいんですけれども、先ほど、お示しいただいた方針案の中の39ページのところでですね、2023年度は全国加重平均1000円を確実に到達した上でというような、表現がされているかなというふうに思います。こういった、表現をされた、狙いとですね、狙いをちょっと教えていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。今年の夏の審議で、結果として、全国加重平均で961円というところまで来ております。そういう意味で2010年
政労使後雇用戦略対話で、セットいたしました全国平均1000円ということが目前になってきましたもんですから、それを確実にクリアして連合の目標というのはやっぱり誰でも1000円ということでございますから、今最低でいきますと、まあ、ここの、45ページですかね、例えばリビングウェッジ生活できる賃金ということを考えた時ですね、例えば沖縄でも1050円必要だということでございまして、ただ今沖縄の最低賃金の水準というのは853円ということですので、1000円を目指して、しっかりそこはやっていきたいということで、政府の加重平均、1000円というのが達成されたから終わりではないということも含めて、連合の目標を追求していきたいということで今年こういう書きぶりをさせていただいた次第です。確認ですけど昨年はなかった表現という理解でよろしいですかね。はい、表現ぶりは若干違うかもしれないですけど、こういう確実に達成した上でというのは今年が初めてだと思います。ありがとうございます。あともう1点伺いたいと思います。全く別の話題になってしまうんですが、先の臨時国会でフリーランス新法を政府が、提出予定だったと思うんですが、結果的に、見送りになってしまいました。こちらについてちょっと連合としての受け止めというのを教えていただきたいなというふうに思います。はい、連合は成立をこの間求めてきましたけれども、まあ、今回それができなかったということは非常に残念です。でやはりそのフリーランスに関する取引の適正化のための法整備を図るということはやはり就業者保護に資するものと考えていますので、安全衛生の確保ですとか仲介業者に対する、規制などを含め次期通常国会ではしっかりと就業者保護の観点から議論をしてほしいというふうに思いますし、やはり労働者性の早急な見直しは必須であるというふうに考えています。毎日新聞東海林です。何点かお願いします。まず最初吉野会長にですね、今日の中東で案として出されたまあ、直近 の, まあ、物価の動きとか詳しく書かれているんですけども、まあ、物価的にはその9月30日、これは日経さんの指数を使ったみたいですけども、9月30日時点で 3.1% 食料品のですねやつが、まあ、12月1日には 6.3% に増えていると、まあ、大変まあその物価という面で言えば特にまあその食料品というね人の口に入るものがすごく上がっているという状況があるんですけども、この現状をどう受け止めているのか、あるいはまあ何かこの現状でその春闘でのですね、なんか思いが変わるかというところを、まあ、ごめんなさい、受け止めていいです。どう受け止めるのかというのを一つ教えていただきたいです。で、その他にあと外国人の政策に関して、先ほど村上さんの方から説明あって、で、ごめんなさい、僕2017年のやつをよく理解してないかもしれないんでお尋ねしたいんですけども、まあ、新しい補強の中では、高度人材を含む専門的な技術部門の、まあ、受け入れ等 で、まあ、その人権保障等も含めてですけども、それはよく理解したんですけども、実際にその例えば技能実習生なんかで言えばその、農業であるとか繊維業であるとかそういった、まあ、高度人材と言われる部分ではないところで、たくさんの方が実際やってるわけですけども、それらの方々についてはこのままその研修制度、先ほどね廃止を求めるものではないとおっしゃってたんで、このまま研修制度を要するに使ってやっていくんだということでと理解してよろしいのか、でもしそうであるとするならば今の研修制度の中でね、どこを何をちゃんとしなければならないのか、要するに今の研修制度はその世界、まあ、先進国の中ではですね奴隷制度だという批判を受けており、公正競争ではないという批判も起きています。それでも実習生を使わないというふうに言っている大企業も出てきています。その世界的な公正競争の中でですねこのように見られている制度を温存するということ裏にはどのような連合としての考え方があるのかというのを教えていただきたいと思います。すみません、そしてあとこれも会長にちょっと所見
所見を伺いたんですけども、労災制度ですね、労災制度で、労災が認定された場合、その認定された会社がですね、不服を申請できるという制度を、厚生労働省はスタートさせようとしているようですが、労災被害者、当事者からはですね、労災保険を申請するということが、気軽にできなくなるとおかしいですけども、その労災を申請するのに、相当決意がいるような形の制度になってしまうのではないのかと、ひっくり返された場合のことを考えると、怖くてできないというような声も出てます。で、この制度について連合はどのようにお考えなのかということをお聞かせください。以上、多岐にわたってすみません。はい、ありがとうございます。まず現在物価が上がっている状況について、連合にも生活困窮 の、 ご意見は来ています。また連合としてこの間お付き合いのある子育て支援をしているキッズドアさんがやった調査なども拝見をさせていただいています。で、連合としてはやはり直近ではこの春季生活闘争の中でしっかりと賃上げを獲得していくということが必要ではないかというふうに思いますし、また連合緊急アクションの中で生活困窮家庭に対して何かできることがあるのかないのかということも併せて検討をしていますので、これから運動の取り組みをしていきたいというふうに思います。あと外国人と労災ですか。すいません、村上です。まず外国人労働者の関係ですけれども、技能実習制度について、廃止を求めているものではないというふうに申し上げましたけれども、それはこのままの姿で残せばいいということを申し上げているわけでもございません。その技能実習制度はもう課題が多いということは明らかでありますので、改善をしていかなければならないと。ただそれがその特定技能に全て寄せていけば課題が解決するのかということで言えばそうではないということで、その両者をそれぞれですね、やっぱり検証していかなくてはならないのではないかと。どういった制度を作っていけばよりその人権は保障されるような働き方が可能なのかということをやはりやって検討していかなければならないのではないかと考えております。特定技能で言えば、今あまり受け入れが進んでいないというところもありますけれども、受け入れ進んでいけばまた同じような課題が出てくる懸念もございますので、そういったことを十分踏まえて検討していくべきではないかと思っております。それから労災は判決の話、高裁判決の話でしょうか、それとも厚労省の検討会の話でしょうか。高裁判決を受けての検討になるかとも思うんですけども、高裁の判決、にしてもその、厚労省 の検討会の報告についてもですね、今週13日に事務局長談話を出しておりますので、そちらもご覧いただければと思いますけれども、特に高裁判決は大変遺憾だと思っておりまして、その労災保険の給付というのはそもそもその被災した労働者の救済のためにあるわけで、それを事業主がですね、メリット性が適用されるからといって、支給決定を取り消すようなその訴えをできるということ、その原告適格を認めるということは問題だと考えております。そのメリット性についてどうするかということはまた別の政策課題だと思っております。以上です。すいません、ありがとうございます。声明の方は読んでまして、だから吉野会長の意見を聞きたかったんですけども、すいません。それとは別にその外国人労働者の問題で、今の説明で大方理解はできたんですけども、ただその要するに特定技能の方に関してはね、その多分永住権も含めた形での、要するに移住を含めた形でのね、権利保障のことをちょっと言われてたと思うんですけども。それは言ってないってことですかね。要するにその3年で、ね、もう帰ってくださいという研修制度を続ける、ね、方やずっといてもいいという、ね、特別永住ということがあるとすれば、連合の中でその特定技能やり、高度技能に対するものと
人手不足が顕在化している人手が足りない部門の外国人労働者について何らかの違いがある何らかの差をつけなければならないと考えているのかというのをお聞かせください。ありがとうございます。特定技能も別に永住ということではないというふうに認識しておりまして、現在のですね制度はですから、そのいずれにしてもその移民という話ではないというふうに聞いて理解をしております。ですからその本当に、移民政策を取っていくのかどうか、そういうことについての議論はやはり必要ではないかと思っております。その、労働力として、必要だから来ていただくというだけではなくて、一旦来られましたらその方々は、生活者でありますので、そういったインフラもきちんと整備していく必要があるという中で、そういった覚悟を持って受け入れの進めていくのかどうか、そこを、そのことこそ議論を進めるべきであって、単純にその今人手がいないから、何とかしてほしいということだけの議論ではないと考えております。ですから特定技能実習か特定技能かだけの課題ではないのではないかということをずる申し上げているところです。そのようなスタンスで私どもとしては望んでいきたいと考えております。労働ペアの仕方なんですが、吉野会長に一点お聞きしたいんですが、JC 回答についてですね、お聞きしたい。 JC 回答、 JC 金属同居、自動車とか電気回答、吉野会長も、この間協議会で挨拶をされたんですが、JC が決めた要求はですね、平均30万と見ると6000円というのは 2% しかの水準で、要求段階からですね実質賃金のマイナス要求になっているわけです。それを、どう受け止められているかというのが第1点です。それから第2点目はですね、これは吉野会長もかなり勇気ある発言されたと思って聞いたんですが、挨拶の時にですね、JC に対してですね、5% の賃上げの、実現を兼ねて倹約をしてもらいたいということをおっしゃられたわけで、かなり踏み込んで僕は発言だと思ったんですが、3%、要するに2% しか決めてない組織に 5% の倹約になってもらいたいというそのあたりの意味合いをどういう心理だったのかを含めてお聞きしたいと思います。よろしく。はい、ありがとうございます。JCM は JCM の中で議論をされて決定をされているかというふうに思いますので、そのことについて連合が何か申し上げるということは避けたいと思いますが、やはり連合としては方針で 5% 程度という方針を固めましたので、このあと JCM の参別もしくはその加盟組合が要求を決めていくというふうに思いますので、限りなく連合の方針に近い要求を立てていただきたいと、そこに期待をしたいというふうに思います。すいません、日経新聞の大沢と申します。吉野会長に、政府が近く閣議決定する防衛3文書について伺います。防衛費の GDP 比 2% への増額というの明記が入るのとともに、増額分の税収の多くにですね、法人税が当てられるという案が今自民党税調内で検討が進んでいます。この2つについて、吉野会長の考えを教えてください。はい、ありがとうございます。まず、国民の命と暮らし、そしてその雇用社会経済活動に関わるだけに、やはり政府としては国民に対して説明材料をしっかりと示すということと、国会における与野党による十分な議論がなされるべきだというふうに思っています。そして税目ですとかその金額が先行していますけれども、まずはその必要性ですとか妥当性について国会国民への説明があってしかるべきではないかというふうに思います。やはりその政府の説明責任、それから国会での丁寧な議論を連合としては求めたいというふうに思います。すいません、今ありがとうございます。与野党の議論というところがありましたが、特に反撃能力の保有のところでいうと、連合が支持している立憲民主党と国民民主党の中でも考え方に少し開きがあるようにも見えます。今後、防衛政策の転換というところに対応していく中で、連合としては、両党との関係も含めてですね、どういうふうな姿勢で捉えていきたいとお考えでしょうか。
はい、連合としては防衛についてこれまでも都度逐一、議論はしてきていないという中で、その連合の政治方針の中で整理をしています。で、今後なんですが、トップコンなどもやっていますので、立憲国民の考え方を聞きながらというふうになるかなと。朝日新聞の木原です。端的に伺います。吉野会長、国民民主党との関係ですけれども、今月初めにですね、国民民主党が、連立入りするんじゃないかという報道が一部流れました。まずこの報道をご覧になってどう思われたか、またその国民民主党が連立入りすると自公政権に入るということは連合として許容しうるのか、まず教えてください。はい、ありがとうございます。その報道が出たときに関係者の皆さんから連絡がありましたけれども、関係者すべてが否定をしていますので、それを受け止めるという形になるかと。連合として許容できるかどうかという点はいかがですか。今の段階では許容できないということになる。その報道が出た上、関係者が否定してますので。はい、わかりました。もう一点だけ、統一地方選とかですね、国政選挙も来るわけですけれど、こういった報道が出てしまったということも踏まえてですね、改めてですけれど、その連合として立憲民主党、国民民主党とどういう関係を持ちながら選挙に臨んで、各種選挙に臨んでいくことが望ましいというふうに考えられておられるか教えてください。はい、まず報道については、私のところに誤報であるという連絡が幹事長の方から来ましたので、それを信じる、受け止めるということになるかというふうに思います。それから、立憲民主党、国民民主党とは選挙方針の中で、連携していくということが確認をされていますので、それも地域の中でもそれを引き続きということになるかと。